高だ。キャッツテールの酒は実に。あ、ああ、旅人か。どうした？もしかしてキャッツテールを知らないのか？まあその感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな。きっと旅人が飲んだことないものばかりだと思うぞ。しかも店名の通り可愛い猫たちが店内にいるんだ。可愛い猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めばあっという間に時間が過ぎていく。未成年に見えるけど。あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすごく可愛くてな、まるで子猫みたいで。ディオナには内緒にしてくれよ。とにかくキャッツテールはすぐそこだ。気になるなら行ってみるといい。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。今の俺にはご自戒は無理だ。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？それはもちろんディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。はあ、大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたらその自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ。ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない。酔っ払いどもめ。誰が猫だにゃ。もしかしてあなたカッツェルインの人間を見るのは初めてなの？あらお嬢さん、キャッツテールへようこそ。猫うちには確かに可愛い子猫がたくさんいるわよ。子猫は愛らしいものね。多くのお客さんが君と同じように猫目当てで通ってくるくらいだもの。何せキャッツテールみたいに猫と触れ合える場所なんてモンド城にそうないから。ふん、猫なんて選ぶっててわがままで何が愛らしいの？酒場は飲みに来る場所でしょ。何よその理由は。可愛けりゃ何でも OK ってこと？お店に来る人の反応を見るに確かにそれが一番の理由でしょうね。ほらお嬢さんも子猫たちを見に来たんでしょう。でも残念だわ、店の子猫たちったらいつの間にかみんなお外に遊びに行っちゃったの。タイミングが悪かったわね。少し時間をくれればディオナちゃんが連れ戻してきてくれるんだけど。あたしがいつあのいたずらっ子たちを連れ戻すって言ったにゃ。これも店の仕事の一環よ。それにあの子たちもディオナちゃんに懐いてるからディオナちゃんがやってくれた方が楽じゃない。どうせ暇を持て余していつも通りどこかの誰かに甘えてるだけだと思うけど。そうかしら。どちらにせよ子猫たちのことはディオナちゃんに任せたわよ。お客さんは子猫目当てで来たのよね。それならよければディオナちゃんと一緒に子猫たちを探しに行ってくれないかしら。子猫たちと仲良くなれば君に懐いて甘えん坊な姿を見せてくれるかもしれないわよ。今回お外に行っちゃったのはロジャーとネルソン、それにペイズリーね。ディオナちゃんはいつもお世話をしているからよく知っているわよね。またあいつらか。勤務時間にこっそり抜け出すなんてお店の猫として自覚がないんだから。まったく。まあ子猫たちがみんなディオナちゃんみたいに頼もしいわけじゃないからね。私は猫じゃにゃい。とにかく連れ戻せばいいってだけの話でしょ。それくらい簡単や。早速出発するわよ。まずは商店街の方からね。あいつらあの辺りがお気に入りなの。それじゃ頼んだわよ。私は店番してるから子猫たちのことよろしくね。どこにもいない。どこ行ったんだろう。心配しないで、方法はあるから。あの猫たちはわがままだけど、そのおかげで逆に分かりやすかったりもするの。まずはマージョリーさんのところに行こう。前にロジャーが自分のおもちゃを壊しちゃったから、私が新しいのをオーダーしておいたの。ひょっとしたらおもちゃがないせいでお店を抜け出したかもしれないから。詳しいも何も、ただあいつらには仕事に専念してほしいだけで、ただそれだけにゃ。ほら、マージョリーさんのところに行こう。見てらっしゃい。見たことのない。あらディオナ、猫用おもちゃを取りに来たのね。オーダー通り補強しておいたから長持ちすると思うわよ。うん、ありがとう。お金はマーガレットさんが払いに来るから。ええ、分かったわ。それでそのロジャーっていう子猫ちゃんはキャッツテールで飼ってるの？うん、いつもお店にいるよ。よかった。じゃあ2、3日したらお店に会いに行こうかしら。それはお待ちしてます。それにしてもディオナは猫のことを大事にしてるのね。猫用おもちゃを作るために丁寧に材料までリストアップしちゃって。だってお客さんがロジャーと遊ぶたびにロジャーったら興奮しておもちゃを壊すから、丈夫にしておかないとまたすぐ壊しちゃうでしょ。誰もいない時はキャビネットの上でおとなしく座ってるのに。どうだろう、猫の気持ちを考えるだけ無駄だよ。猫ってみんな自由気ままだから。次はサラさんのところに行こう。ネルソンの猫ママはいつもサラさんに頼んでるの。ネルソンは食いしん坊でいつもたくさん食べるのに体重は一番軽いんだ。普段外で何してるんだか。鹿狩りへようこそ。あれ？ディオナ？どうしました？サラさん、前と同じ猫まんまをちょうだい。ああ、ネルソンでしたっけ。ご飯が切れちゃったんですね。少々お待ちください。今用意しますから。はい、こちらをどうぞ。大した材料は使ってませんから、お代は結構です。その代わり、今度時間がある時に子猫ちゃんを連れてきてくれませんか？ぜひ触ってみたくて。ネルソンに聞いてみる。大丈夫。普段はあまり人懐っこくないけど、魚の匂いがするとすぐおとなしくなるから。でもあいつ食べ始めるとキリがないの。誰かが抱っこしてご飯から遠ざけるしかないんだよね。まるでお酒を飲んでるおじさんみたい。今回の猫ママは量が少ないから全部食べられても問題ないけど。よし、これで準備完了。ロジャーとネルソンを探しに行こう。ペイズリーは他の手段を用意する必要があるから後回しね。ロジャーは高い場所が好きだから、きっとどこかの屋根の上にいると思う。ねえ、あなた屋根に登れる？無理だったら私がやるから下で見てて。本当？そうは見えないけど。でも自信があるなら一緒に屋根に登ってロジャーを探そう。あいつあんな高いところに登って。近づいちゃダメ。驚いて逃げちゃう。さっき準備したものは覚えてる？今こそそれの出番だよ。ロジャーには猫まんましっかりしてよ。ロジャーはおもちゃが好きだって言ったでしょ。そうそう、じゃあおもちゃを出して。うわー、警戒心ゆるゆる。誰かが遊んでくれるのを待ってたみたいだね。普段は偉そうにしてるのに人を見ると甘えちゃってずるいやつ。店に来たお客さんが真っ先にこいつの居場所を聞くのもうなずける。えっ、当然でしょ。だってキャッツテールは酒場。いくら可愛いからといっても私が作ったお酒の引き立て役にしかなれにゃいもん。おしゃべりはこの辺にして、ロジャーを連れてネルソンを探しに行こう。あったかい場所が好きで、この前は鍛冶屋の近くの茂みで寝てたから、その辺りを探してみよう。やっぱりここにいた。気持ちよさそうにうとうとしちゃって、お店よりもここの方が居心地がいいってこと？じゃあさっき用意したものを出して。本当にそれでいいの？まさかとは思うけど、さっき言ったこともう忘れちゃったの？記憶をなくしちゃったのかと思ったよ。それじゃ猫ママを出して。猫ママを見ただけでこんなに喜ぶなんて。いつもお客さんからおいしいものをいっぱいごちそうしてもらってるのに。食いしん坊なやつ。なんでみんなこいつを甘やかしてご飯をあげるんだか。ひょっとしてわざとお腹が空いたふりをしてお客さんたちを騙してるとか。ずる賢いやつ。だからみんなこいつを見るなりスペシャルドリンクのことを忘れちゃうんだ。何よそれ。言われなくても分かってる。ネルソンがお酒の入ったグラスを倒すとおじさんたちすごく悲しい顔するもんね。さ、こいつを抱いてあげて。大丈夫、軽いから。食いしん坊なのにどうやって体重をキープしてるんだか。よし、次はペイズリーのパンだね。前々から大聖堂の近くでこっそり遊んでたみたいだから、そこを探そう。ペイズリーは何派でもない。詳しい話はついてからにしよう。やっぱりここにいた。あいつにはどんな手も通じないの。好きになるものに傾向がなくて、自分の気に入ったものだけをただ好きになる。簡単に言うと、世界が自分中心で回ってると思っているような猫だね。お店にいる時も他の猫たちと遊ぶだけ遊んで、あまりお客さんの相手はしないし。まあこの話はいいとして、とりあえずペイズリーを連れ戻そう。ここは私が行くよ。お店でも私が近づくときは逃げないから。おい、なにそのやる気満々な表情は。言っておくけど、ペイズリーは知らない人には懐かないよ。ペイズリー、よしよし、いい子いい子。にゅった。これでよし。おとなしいときは可愛いじゃない。にゃによ、その目は。こいつが私に懐いてるのは単に、私がずっと世話をしてたからであって。ていうか、こんな性格の猫も人気があるなんて、尻尾を振るだけでみんなモラを貢いでもいいって顔しちゃってさ。こんな子猫が何匹も増えた日には、キャッツテールのバーテンダーも必要ないね。猫の世話をしていればお客さんが来るんだから。あなたもそう思ってるんだ。今から帰って伝えてみる。猫を増やしてドリンクなんか二の次にしようって。さてと、ロジャーにネルソン、ペイズリーも見つかったことだし、早くお店に戻ろっか。明日の開店時には顔を出せるようにしておかないと。よかった。子猫たちもお客さんも帰ってきたわね。あたしを子猫の中に含めないでよ。もちろんよ。ディオナちゃんはうちの看板バーテンダーだからね。勘違いしないで。あたしがここで働くのはモンドの酒造業を破壊するためだから。街の中をうろうろする酔っ払いさんたち、あなたも見たことあるでしょ？いくら真面目な人でもお酒を飲んだらダメ人間になっちゃう。お酒は悪しき飲み物、人を醜くする大悪党だにゃ。だから世界で一番まずいお酒を作ってみんなにこのことを理解させてやるんだから。そしてありとあらゆるお酒をモンドから排除してみんなをお酒から救い出してみせる。当然でしょ。だからまずはバーテンダーになってお酒を理解することにしたの。これが計画の第一歩。それはまだ実験中だから、まずいお酒を作るための実験。いつの日か絶対世界一まずいお酒を作ってみんながお酒を毛嫌いするようにしてみせる。まだそのお酒のレシピはできてないけど、いつか必ず作り出してみせる。はい、この話はここまで。猫を見に来たんでしょ。3匹とも連れ戻せたことだし、お店に入ってゆっくり遊んでいってよ。あ、そうだ。手伝ってくれたお礼にスペシャルドリンクを作ってあげる。もちろんノンアルコールでね。